皆さんこんにちは。アートバーのインストラクターももです。お家で退屈に過ごしている方も多いと思うので、簡単にお家でできるアートを紹介します。今回はこのかっこいい抽象画に挑戦したいと思います。なんとこの抽象画はサランラップを使ってやってます。サランラップです。そして色や画材を変えるといろんなバージョンで挑戦できます。こんな感じに色違いや画材違いでいろいろなバージョンが作れますので、ぜひいっぱいやってみてください。では作り方説明しますよ。ズーン。まずは画面を水で濡らします。絵の具を入れていきます。水を多めに入れます。次の色も水を多めに入れていきます。ある程度入れたら上からラップをかけていきます。ラップをかけたら上から手でこういう風に押さえて、わざとシワを作っていってください。このシワがいい感じの模様を作ってくれます。はい、それではこのまま乾燥させます。 2,3 時間放置したら一回ラップを剥がします。ズン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 ズルルー、わー、綺麗、いい感じ、イエーイ、いい感じでございます。そしたらドライヤーを使って完璧に乾かします。次に歯ブラシで模様を加えていきます。絵の具を溶いたら歯ブラシにこういう風に絵の具をつけてください。指でブラシをこういう風に弾いていきます。かっこいい感じのしぶきがつきます。いろんな場所にやるといいと思います。次は濃い色を重ねていきます。キャー、綺麗、いい感じ。次に黄色を重ねます。最後にもう一回白をやります。完成です。